新入団選手お披露目で実際に試合で起用する粋な計らいを見せてくれた新井監督。3月12日からの日ハム3連戦には北海道出身の持丸選手、斉藤選手、滝田選手を帯同させるなど選手ファーストな起用が続いてるね。わしは良い試みだと思うちょい。それでも日ハム戦の初戦に途中出場した持丸選手は緊張を隠せずバッテリーエラーを連発。いつもは止められる球も止められなかった。そう話し悔しさの残る地元凱旋となってしまったみたい。当てた試合を落とせばファンも納得はいかないのは当たり前で、かなり厳しい意見も見られたんだけど、擁護する声もあり様々な意見が寄せられていたよ。オープン戦とはいえ少年野球じゃないんだから気を使って地元出身選手を無理やり起用するのはあまりよろしくないかも。準備はしたんだろうけど特に星はいろいろ覚えることがありすぎて大変だと思うよ。家族に頑張っている姿を見せてあげたいという新井監督の親心もわかるけど、実力で一軍の座をつかんでこそじゃないかな。緊張もあったと思うけどまだまだ実力が足りていない。まだ若いシェギュラーつかんで凱旋すればよい。こういう監督の起用は好きだな。この前の杉田はお試し一軍で実力を発揮して評価を高めてるわけだし、持ち丸は飲まれてしまったけど選手にチャンスをあげるのはいいことだと思うよ。オープン戦だからという意見があるみたいですけど、開幕はもう迫ってます。遊んでいる場合ではないと思いました。持ち丸選手がダメとかじゃなくて新井監督の采配に疑問を持ちました。カープを応援してるがゆえの厳しい意見もあったんだけど、監督の方針としては選手のことを考えたものだったと思うから支持したいかな。結果もついてきたら文句なしじゃったと思うしの。嫌なイメージのまま終わらせたくないと考える新井監督のことだから、持ち丸選手の再起用もあるかもしれない。もう一度チャンスがあるのなら全力で応援したいね。ということで、新井監督の起用方法に対するファンの反応をまとめでした。